ラクチャブルリフレクションという三田さんが言ってるのは、要するにその本来だったらば、翻ってこれを見た。だから、純粋経験に対して自分が視覚、主体を離れてね、見ることによって自覚って出てくるんですけど、ここで言うその純粋経験、事故のない経験っていうのは、自分が離れて見れるような状態じゃない状態で、これね、事故のない経験。だから反省ができるような状況のない中で、という意味だと。だから反省を通じてないというんじゃなくて、反省ができないような状況の中で、セルフレスエクスペリエンスを、自分が経験することが純粋経験だと。そういう意味ですね、きっと。ラプチャーって破壊するっていうのは。で、そこで、How can one philosophically articulate such ground? そうした立場、場をですね、哲学的にどのように明確にすることができるのか。で、What is the nature of philosophical reflection? を西田。西田にとって哲学的反省の性格とは一体何か。と聞いてるわけですね。で、これはだから、西田のその場、その、ここは西田じゃなくて、このその場、ここで言ってるその場というのは、哲学的反省というのはどういうふうに、どういうふうなことなんだ。それから西田が言ってる反省っていうのはどう違うの？こういう質問なんですね。ここまでわかります？英語でいくとやっぱりよくわからないですよね。これね、この後でね、言ってるのは、その、リフレクションっていうのは一体何なのかって、西洋哲学でいうリフレクションと、ミスターの言ってるリフレクションは何なのかっていう話に持っていこうと彼女してるんですね。だから、このいわゆるその、そうしたグラウンド、そうした場、このグラウンドっていうのはグラウンドオブリアリティ、要するにピュアエクスペリエンスとか絶対無とかいう、そういうふうな場、哲学的にどうやってそれを明確化するのか。そしてなお、そのミスターが言ってる哲学的な反省の性格って何なのか。西洋哲学とどう違うのか。このリフレクションってどういうふうにした哲学と違うのか。そういうことを言ってるんですね。ここでは、冒頭ではだから、彼女の表現としては、哲学的反省。要するに純粋経験に、光を当てるのが哲学的反省だと。で、この哲学的反省というのは、純粋経験とか絶対無の考え方というのは、事故の経験、事故のない経験であって、これは、まだ反省を通していない、もしくは反省することができない環境のもとで、という意味で、ラプチャー・オブ・リフレクションと言ってて、反省することができない環境のもとの事故のない経験。事故のないってことは、主観がないというんですよ。主観がない経験。要するに、主観客観がない経験を言うんですよ。そういうことですね。だから、純粋経験とか絶対無っていうのは、主観客観がない経験。そこにはまだリフレクションという反省も指定されていない。反省って何かっていうと、不動揺だけど、この信仰の外に立って、翻ってこれを見た意識。要するに、外から客観的に見た意識がない状態。要するに、主観客観が分かれてない状態。それを、ここではセルフレスエクスペリエンス。というふうな表現、事故のない経験というふうな言い方をしている。
それが実際に哲学的にはこういったあの純粋経験とか絶対無っていうのはあのどのように明確にすることができるのかっていう最初の質問で、じゃあ二者哲学か西洋哲学の哲学の反省とどう違うのかということを2番目の質問に聞いたんですね。いいですか。これね、namely that philosophical reflection is employed to shed light on the non-reflective experience prior to the subject-object split. And this is the case for Nietzsche, because the basic idea underlying the whole of Nietzsche's philosophy is that the ground of reality, whether it's termed pure experience or absolute nothingness, is a selfless experience attained not through any kind of reflection, but through the rupture of reflection, 反省の破れ, as Ueda Shizutera puts it. So if this is the case, then the question arises, how can one philosophically articulate such ground? What is the nature of philosophical reflection for Nishida? Unfortunately, Nishida...次にね、この今言った、西田の哲学的反省と西洋哲学におけるその反省とどう違うのかということで、彼女言ってるのは、反省には2つのモデルがあって、スモールショートターンリフレクション、バーサスビッグターンリフレクション。要するに、小回りの反省と大回りの反省ってあるよと。で、according to Ueda、While the former model is prevalent in the Western philosophical tradition, Nishida works with the latter. だから前者はあの西洋においてもね、西洋の哲学においてはあの使われるモデル。Nishida は後者だ。Ueda the distinction clarified how Nishida's account of philosophical reflection differs from theもうトラディショナルさん。ウベダが言うにはね、あの、西田のね、哲学的な反省っていうのは、あの、今までの西洋哲学とは、異なってる。ディファルス、異なってる。All it also helps us understand how 西田's account is in fact radicalized form of it.西洋哲学の反省に対して簡易な形になっている。どれほど簡易な形になっているのかっていうのをあの理解する必要がある。It also helps us understand how Nishida's account is in fact radicalized form of it. だから西洋哲学におけるその哲学的な反省をもっと簡易化したものが西田の考えだと言ってるんですね。In factI propose that it can be understood as a radicalized form of transcendental reflection. Transcendent, 先見的な反省の、西洋でいう先見的な反省の簡易な形として理解してほしいと。で、ここでちょっとね、説明がいるんですけど、ここでは以下の問いが出てくる。小回りの反省と大回りの反省だが、これは鈴木大拙の即死の論理を言ってる。小回りの反省は西洋哲学と考える。大回りの反省が自社の考えだ。彼女はそれをラディカライズフォームを言うと。西洋の反省の簡易な、簡易化した、西洋の考え方、反省ね。西洋の反省の過激した形式と言っている。で、ここでさっき言った、文章そのままコピーしてるけど、即死の論理ね。これは前、読んだよな。もう一回復習すると、大拙はまず、金剛般若経の中から次のような言葉を取り出している。仏説般若波羅蜜。
即死般若波羅蜜多。死名般若波羅蜜多。そしてこれを述べ書きすると、仏の時たまを般若波羅蜜多というのは、すなわち般若波羅蜜多ではない。それで般若波羅蜜多と名付けるのであると解説している。ここで般若波羅蜜多というのは、究極的な真理というほどの意味であるが、それは一旦置いて、ここで問題になっているのは、その論理構造である。A は A だというのは、A じゃない。A に A は A だとなる。つまり一旦 A を否定しておいて、その上で改めて A を肯定する。というような論理構造になっている。これは通常の分別詞の論理から見れば、非合理そのものでしかない。しかしその非合理が善の立場から見れば、非合理ではなくなる。むしろこう問われることで物事の本質が分かってくる。そう考えるというのである。こう言われても、分別詞にとらわれた我々の凡俗にはなかなか率直には受け取れないところだろう。だが大説は、我々がそう受け取れないのは、我々があまりにも分別にとらわれているからだと、いわば否る態度を見せるのである。分別詞は普通の形式論理の法則に従っても、物事を考えたり、判断したりしている。その法則に従えば、A は A であって、かつ A でないということはできない。だから、上で述べられた即死の論理は、形式論理に反した見方である。即死の論理では、A は A でないのであって、かつ A であるというよりも、A でないであるから、A でないからこそ A であるというようになっている。A でないという形で一旦指定された上でなければ、A という形で肯定されることはないと言っているわけである。これは一見、弁証法の論理と似ているように見える。弁証法も、ソテ、これソテって読むんですね。ソテ、これ下に書いてますね。ある命題を自明なもの、あるいは認定の任意の過程として、推理に言わない直接的で肯定して主張する。まあ、肯定って同じですね。哲学用語でソテ、ソテ、反ソテ、相当合という形で対象が一旦否定された上で肯定される。その上で、総合的な真理が現れてくるというような論理構造をとっている。しかし、弁証法と即死の論理には決定的な違いがある。それは、弁証法の真理が否定と肯定の繰り返しの結果、自己的に現れてくるという構成を持っているのに対して、即死の論理はそもそも初めから否定と肯定が並存、混在したものとして対象を構成するということです。これはピュアエクスペリエンス、そうですね。主体客観が混在するとか、肯定としては混在する。そういう意味ですね。大説流に言えば、弁証法は分別値の働きの結果であるのに対して、即死の論理は分別値の手前にある。分別が働いた結果、弁証法の真理が現れてくるのに対して、分別が働く以前の主客未分の状態。分別が働く以前の主客未分の状態。そこに即死の論理によって捉えられた真理があるというのである。分別地よりも手前という主客未分の状態という、この即死の論理の考え方が西田の純粋経験の考え方と似ていることが見て取れるのだろう。見て取れるだろう。西田の純粋経験も主客未分の混沌とした状態である。そこに分別が加わることで、分節化された死が出てくるというような構造になっている。これは今こういう付け替わり文章っていうのはリフレッションですね。ですから反省っていう資格を分離した。主観が出てくるっていう、そういう意味ですね。西田と大説の相違は、西田が資格の分の直接経験から出発しながら、それを分別で、料理していこうという姿勢をとっていたのに対し、大豆の方は分別中にこだわらなかった点である。そこは哲学者と宗教家との相違だとも言える。哲学者は他の人間に向かって自分の真理を伝えなければならないという動機がある限り、分別中を媒介させずには済まされない。それに対し宗教家には必ずしもそのような動機がない。宗教家、少なくとも、善の実践者がこだわるのは自分自身であった。
他人との関係は疑似的なものにとどまる。彼には自分の経験はそのまま他人に伝えなければならないという自然的な動機はないのである。ところで大卒は、この即死の論理は、性ではなく霊性の分野で働くものだという言い方をしている。性が論理によって働くということは言うまでもない。ところが、即死の論理は論理ということは内容しているにもかかわらず、性によっては捉えられない。それを捉えるには、人間に備わった別の能力を働かさなければならない。それが霊性だと大卒は言うのであるということですね。まあそういうふうな即死の論理。ここで言っている、彼女が言っているのは、